なんか俺多いね。これ何だ、この目は何、これなんだ、酔ってる、酔ってる目でしょ、酔ってるか寝起きか女を抱く、この目ってなんだよ、この目眠いんだよね、これきっと眠いんだな、うん。で、新ルパン小島はどう？私も最近はそんなやってないですね。ギリギリまで戦闘してそう、レベル5ぐらいまで上げて、あ、それ正しいんじゃないですか。確かにちゃんとできた試しがないな。なんか緊張しちゃう、緊張しちゃう、緊張しちゃう、構えちゃう。へー、面白い。あんなに自信たっぷりにね、売れる、そうそうですね、そんなね、30秒はね、全然大したことないですよ。でしかもなんていうのかな、こんな風に撮るのはさ、もうずっとやってるわけじゃん、そうです、何年も、そうですよ、なんかだから変にやっぱさっきも言ったけど、サンタにこう演出をされると意識しちゃうね。別に僕だからっていうわけじゃない。いや、あるあるあるよ、やっぱ新ルパン小島ですから、ね、なんか、はい、苦手意識、緊張の度合いがちゃんとやんなきゃいけないなみたいな怒られる、怒られるから、そうそう、怒られる、厳しいから、うん、勝負しましょう、うん、怖いもんね。全然なんかね、このね、この顔になってるけど、面白くないんだよね。面白くないんだよね。そう。本当に正直そうなんだよ。普通にやりゃいいのに。そう。そうね、よくわかんないけど。私がとか言い出して、何言ってんだよ。だからその演技してくる、演技っていうかそのやってくれっていうふうに言われちゃうので、もうプレッシャーになっちゃうんでしょうかね。普通にやりゃいいのにね。シンプル番号島、何でもやってやりますから。はい。このね、ボックスの中から新ルパン小島がくじを引いてもらって、はい、そこにその30秒のミッションが書かれていますので、はい、それで対戦しましょう、はいはい、早速私引かせていただきます、はい、はい、私は余計だもんね、普通にやればいい、すごいもう恥ずかしいのね、らしいね、読み上げますよ、はい、私私これこれやだね、これやだ、これやだな、それとこれで対戦スピードで対決ってことね、そうですね、よし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 、はい、お願いします、じゃあ早速やりましょうか、はい、はい、じゃあ早速つまんないね、はい、なんつうのかね、普通じゃないんだ、作ってる感じ、作ってる感じがもう変なことしますよみたいな感じ見えちゃう、しますよ、はい、面白い人ってさ、そのまますってやるよね、そうそうそう、面白いことね、そこだな、構えちゃう、いや、いいんだよ、これでもう全てのみそぎが終わって、そうそうだ、ね、次からはもうこれスッとできるよ、ね、スッといけるよね、そのための反省会だからね、インコが5、インコが6、インコが7、インが8、インが8、インコが9、インコが9、2時間2、3が6、レベル上げ4が8、レベル上げをして、おっせえ、おっせえ、7、17、これね、やっぱ恥ずかしいな、2が2、2が4、2、3が6、2人が4、2が10、2、7、14、2、8、16、2、9、18、3、1が3、3、2が6、3、3が9、3、4、12、3、5、なんかもう痛いもんね、見てて痛いから、3パ24、3区27、いや自分で思うね、痛い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 みたいな、12、4、4、16、5、20、6、24、俺女だったら絶対付き合わないもん、俺やだよこんな人、俺絶対女だったら絶対こんな人付き合わないよ、5、1がいい、だってバカでしょ、5、2、10、5、3、15、これはきついなぁ、5、4、2、5、25、クク、やだなぁ、クク、やばい、ちょっとここだけカットになるんだよね、クク、やっぱやだなぁ、ね、ダイレクトだからね、そうなんだよね、生で迫ってくるからね、いや、これから、これからやること分かってるけど、このクックだけ単独で見ちゃった時にと思う、もうね、もう小2だからね、小2、習うのが、だからぜひこれ、最後まで見てほしいですね、この後にちゃんとあのコーラを飲んでね、いろいろやるから、だからこのクックだけを見ると、これはさらりとやって、むしろこれ、まあ、僕の、うん、ゲームの映像いらないから、いやいや、いやいや、だから、皆さん、ここはほんとちょっと我慢していただいて、クックだけ面白いね、クックはね、いや、
こ出てこないだって普通にやっちゃってんだもん。なんすか本当にダメな部分だけが迫ってるガーってもう全面苦しいよね。そうこれでだって何年前3年前4年3、4年前ね3、4年前痛いでしょ。痛いね痛いよこんな10年そうだね編集長だからね。編集長ね、本当ですよ。こんな人が人生的には一番脂乗ってるいい時だよ。それでこの感じで、あの毎月のこのなんか収支とか計算されてると思う。そうっすよ。いや俺の給料はちゃんと出てんのか。予算組とかやってるわけでしょ。本当だよ。新しいキャラ来たね。どことみのバニクラマカメ。どことみのバニクラマカメ。だからこう。結構小川くんなんかもさ企業なんだよねみんな、うん、余計そのいやいや役者としては皆さんすごい企業ね。そうそうそうみんな企業。ザバレデピカドボラデピカモコミチズカギムドズルズルの子よく言えるな俺絶対無理だこれ何してるのモコミチズカギムドズルズルの子モコミチズカギムドズルズルの子ズル何言ってんのモクロイダ何言ってこれ何これ何なの。いや単純にこの言った言葉を反復できるかどうかゲームモクロイダビラビラゾドイガキツコビキムラ目的はないでしょこれ小川君勝手に考えて言ってるの。いやいやいや考えたら僕は多分考えてるツコビキムラ道の炭挟の子ツコビキムラ道の炭挟の子ドムサカラミハサムカメカメドムサカラミハサムカメカメドムサカラミハサムカメカメドムサカラミ挟むカメカメこれ見てる人にこうどういうリアクションを取ってほしいとかそういうのはあるの。いやじゃあ、はい、なんか不思議な感じにしたい、はい、だからデビッド・リンチという人どうしよう違和感を違和感を伝えたいっていうことか。たまたまククが、うん、たまたまククが新ルパン小島は苦手だったっていうだけですから自分から言ったら今でもできるってね。いやできますよ。ミシ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 次次次いいですか。できないことできるって言っちゃってる時点でもあれなんだな私だって全員思ってんだからおみほしますおそうだからね本当にこういうのがあるとね気持ち楽なの、うんうん、こういうのってこういうネタこういうその炭酸炭酸とか何かがあってあ物が物が頼れるものがそう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 俺じゃないぞみたいな。そうそう俺じゃなくてこいつ炭酸自体がってそうそうそうことだよね。そうだからだからククはもう生になっちゃうからそうルパンだけになっちゃうからククみたいな。だから罰ゲームとかその辺がすごい好きな好きっていうかあのやりやすいのわかる、うん、ルパンこれあとこれ一生懸命飲めばいいだろ、ね、コーラだから相手がねそうあのコーラが見えてくるからねそう一生懸命飲んでるとみんな笑ってくれるからクの場合はクク単独は来てないルパンだけが見えてきちゃうからそう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 これだからもう一生懸命もう飲んでるのコーラを見るからそうゲップのこととかそう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 これはルパンじゃないからってのは容易に想像できるわけだよこれはルパンのことを見てるわけじゃないからそうなのだろうね罰ゲーム好きっていうかそのさそのルパンの中にそういう差があるんだねあるあるあるそのこれはいいこれは嫌だとかこう見えても一応僕はあのプライドも高いしあのねそうですよあのなんていうのルパンの立場だったら全部嫌だよまあまあそうなんだけどほらなんかこっちの方が生き生きしてるでしょ。これはねいつものルパン。うん。だってこれ飲んでゲップしただけでみんな笑ってくれるの。やられた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 。これはいいんだ。そのなんか心理状態の差があることは僕ら知らなかった。分かんなかった。そのククも同じことだと思ってたけど。申し訳ないけど。コーラはやっぱそんなあれなんだね。コーラというだから一つこう何かを仲介することでルパンがぼやけるっていうちょっと楽なんだ楽なん気持ちが楽そこ楽なんだ楽だからコーラ飲んでる時こいつはすごい笑ってくれてるみんな笑ってくれてるからあ、受けてんだなっていう認識でゲップがゲップに引っかかってくれるしゲップしただけなのそうゲップしただけなんだけど喜んでくれるわけですみんなもうねちゃんとね使ってくれるし長くねそう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 この部分をねフューチャーしてねそうそう確かにククはフューチャーあんまりそんな長かったですねうんインパクトもあるし痛い感じになっちゃうからね
気をつけないと。なるほどね、うん、ゲップね。ゲップが好きとかやっぱ子供だね。あでも本当そうかも。だから、ね、洗濯ばさみとか、うん、あとまずいとか、ね、要はもう、なんかいいね、もう一回やってみるか。体を使って全体でアピールできる方が気持ちが楽。よしよしこの勢いでもうトントンと言ったらもう次も打ってて、もう前までのあのダメ編集長なんてのは言わせないぞみたいな。当たり前です、私、新だんだんいいキャラになってきて、慣れてきて。さあ、はい。はい、私です。私ね。私。本当に。服を全部言います。またマジックの陰に隠れたのに、またあのダイレクトな、本当にダイレクトなスマダブルパンがこうドーンと出てきちゃうんだ。それダメなんだ。ダメだね。マジックだけだったらいいんだけどね。うん、そうですね。俺だって言ってるもんね。ククが嫌だ、ククやだやだって言ってるんです。そうしましょうか。ククを嫌なんだ。ククやなんだ。ククが無理だってもう言っちゃってるから。もうククは拒否。そんなに嫌だったんだ。そんなに嫌だ。もうね、何なのそれ、そこはね。いやだから本当に自信ないんだよね。早く言える自信もないし。だし、あまりに自分がもう見えすぎちゃうのが嫌だからね。近いんだろうね、そのもう見えるとこが。新生ルパン小島は新でしょ、はい、新ルパン小島は、うんうん、ククを全部だからやっぱだからクククしたその、とにかくククを言わしたいよね。嫌がる方向に持ってきたがるからさ。追い込まれてたやるんだもんね。追い込まれて顔が見たいんだけど、そうそう顔が見たいんだ。追い込まれてる顔だけだね。あ撮りたい、緊張してるね、なんかね。いや、そうなんだ、ちょっとダメな顔なんだね。この顔なんだあれで、ここマジックね、マジーナをマジックっていうかさ、なんなるさ、それさあの、燃えるやつを燃えもうマジックだけでいいだろ、ただのダイレクトなやっぱ、ただけでいいだろみたいな。もうこのね、続けようもないんだって絶対。マジックでやるだけでいいのねって。みんなが思ってるルパンってこれだよ。そうなんだよ、この印象。3721でもかなり遅くだなって、さっきバカにしてるでしょ。だってでも俺はできればマジックやってコーラ一気飲みの方が気持ちは楽だ。気持ちは全然楽だ。そっちの方でもね、ルパン嫌がってるけど、ボスさん言ったけど、みんな結局ルパンはこういうしか見てないもんね。こういうもんだと認識してるんだよ。だからルパンがどんな恥ずかしがっても、みんなはこういう認識しかないの。そうそうそう、こういう人かもしれないけど、そうかもしれないけど、きついよ、こいつ。客観的に見えると520やっぱだから、やっぱそっか、ルパンってさ、この時のルパンからやっぱ少しこう抜け出した感あるよね。本当、あのスポンと抜けて、これを客観的に見ちゃってるんだよ。今見てるね、見ちゃってんだよね。見ちゃってる、あの俺嫌だなみたいな。嫌だよ。でも引いて見てると変わってないよ。変わってない。そうなんだ、変わってないんだよ。クク今言ってみっていう感じだ。ほらクク、はいルパン、はいクク、スタート、はい、いい1が1、いい2が2、いい3が3、いい4が4、もういいんすよ。一緒確かに確かにそうです。また来たよ、ゾコトミのバニクラマカネ。また来たよ、あのデビッドリンチゾーン。確かに色味もね、うん、ちょっとね、急にカツンって入ってるからね。あ、こういう感じで、ね、怖い、こういう感じで、ね、なんで急に大きい声出すのみたいな。怖いやつ。ザバレネピカドブラネピカ、ザバレネピカドボラネピカ、ザバレネピカドボラネピカ、ザバレネピカドボラネピカ。ここみちずかキムドズルズロコ、ここみちずかキムドズルズロコ。でもなんか僕小川くん面接をしたんです。なんか覚えてるの、俺がこういうその出役みたいなのをやってたの。何だか分かんないけど、それすごい覚えてる。前なんか地上波の AD だったんでしょ。あ、そうなんだ。そうなんだ。なんかそんなこと言ってたの。なんか出役をやってたことがあるんですよ。あ、言ってたんですよ。あの人に似てるの、俳優の山田。あ、最近そう。なんだっけ、あの山田大輝。
あと昔の細野さんに似てる、ね、あ、そうですね、お黒いだビラビラゾゾイガキ、お黒いだビラビラゾゾイガキ、のむさからみ、長いよね、長いです、長いね、だから追い込んでいくんだね、見てる人をね、どんどんどういう気持ちになればいいんだろう、これが分かるって言わなきゃいけないのかなみたいな、難しいなみたいな、怖いなみたいな、ほらほら、新規軸のゲームでしたね、うん、そうですね、だからもうだからルパンが何やかんやもやってる、でも次の目にあったもん、うん、ね、いやもう30秒でね、あ、ごめん、新ルパン、そうですね、新ルパン、新ルパン、もうこれ次の回の時別にもう忘れてるよね、きっとね、忘れてると思います、普通のルパンでしょ、新ルパンのことに飽きたよね、もう飽きた感じで、こう2回目見ててももうすぐ飽きたもんね、新ルパンってくだりはね、別にいらないよね、いらないね、いらないね、いいからやめて、キュールパン、うん、キュールパン、あのでも中身は変わってるから中身は変わってるから、中身は変わってるよね、ルパンはルパン、ルパン、新ルパンもなし、新ルパンあり、あり、あり、どっちだありありあり、新ルパンあり、新ルパンあり、じゃあ、うん、頑張っていきたいなと、じゃあルパンネオとかにしよう、ああ、ネオかっこいいじゃないですか、定まってないねねえ、ほんとだよね、うん、でこう何年かしてかって集まって言う喋ってみても同じ印象の、もう俺は変わったみたいな、もうこれから売れることをやろうとかね、本当に一緒に戻ってるもんな、ねえ、